くるんくるん。かほちゃんの髪の毛はくるんくるん。みんなとはちょっと違うこの髪の毛をかほちゃんは気に入っていました。でもある日、この子の髪の毛くるんくるんで面白い、別のクラスのお友達が言いました。すると周りにいたみんなも、ほんとだ、面白い、かほちゃんだけくるんくるんだ、どうしてくるんくるんなの？と騒ぎ始めてしまったのです。かほちゃんは自分のことを変だと笑われたような気持ちになって、みんなと違うことがとっても嫌になってしまいました。次の日、幼稚園へ向かうかほちゃんは髪の毛を一つに結びました。そしてその日からみんなの前でくるんくるんの髪の毛を見せることはありませんでした。少しして小学生になったかほちゃん、新しいお友達もたくさんできました。でもまだ誰にもくるんくるんの髪の毛は見せていません。ある日、体育の時間にマットででんぐり返しをしていると、なんと髪の毛のゴムが切れてしまいました。あっという間に三つ編みがほどけると、かほちゃんはくるんくるんの髪の毛をみんなに見られてしまいました。また笑われちゃう。かほちゃんは慌てて小さくうずくまりました。すると、かほちゃんの髪の毛くるんくるんでお姫様みたい、誰かが言いました。みんなはかほちゃんの髪の毛を見ると、ほんとだ、くるんくるんでとってもかわいい、お姫様みたいでうらやましい、と褒め始めたのです。ほんと？変じゃない？かほちゃんがみんなに尋ねると、みんな声をそろえて言いました。とっても素敵だよ、ありがとう。にっこり笑顔になったかほちゃん、その日からまたくるんくるんの髪の毛を好きになることができました。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。